どうもー、藤田です。はい、ということで第35回となる今回は、1990年発売のスーパーマリオワールド。前回に続き、10月5日発売の任天堂クラシックミニスーパーファミコンの発売を記念してスーファミのタイトルにチャレンジします。で、挑戦の内容は、ノーミスクリアなんか簡単に書いてますけどね、結構難しいですからね。で、成功報酬は、この作品で初登場した、ヨッシーの大好物、リンゴにちなみ、リンゴ1個丸ごと使ったパイで、青森の人気のお土産、気になるリンゴ、こちらをいただけるそうです。で、万一失敗した場合ですが、まあ、そんなことはないと思いますけどね、その時の罰ゲームは、ヨッシーといえば卵。ということで、まあ、ヨッシーの卵みたいなね、ゲームもありますし、卵ということで、生卵5個一気飲み？これはね、ヨッシーというよりもロッキーじゃないかいって話ですけどもね、まあ、挑戦しなければならないそうです。まあ、失敗はないと思いますけどね、それでは張り切って挑戦したいと思います。はい、それではスーパーマリオワールド、スタートします。はじめからです。はい、スタートしましたけど、まずね、これやっぱピーチがさらわれたと。まあ、毎度ですけどね。助けに行こうみたいなことです。はい。今回、まあ一応ね、早くクリアってことでね、近道、ワープ、スターロードというところを目指していくわけなんですけど、それでもね、やっぱね、14、15分はかかってしまうんで、それがね、この集中力がどう続くかってとこですかね。前回、まあ最近長い挑戦が多いんですけど、前回なんか、前回ね、割とショートな5分の、まあ、挑戦でね、失敗してますからね。今回どうなるのか、それがどうなるのか。よいしょ。まあ一応ね、小さい丸のまま行きましたけど、本当はもっとパワーアップしたり、よし乗ってった方がいいですからね、本当はね。今回急いでるんでね、はい。はい、まあ、ここまで足場がそんな悪いわけじゃないんでね。やっぱね、B ダッシュ、ずっと使いたい感じです。この、途中のテープカットをしていくと、スーパーマリオになれるんで、本当はカットしていった方がいいでしょうね。こんな感じで。はい、流れるようにクリアしていきます。まあ、ここら辺はね、まあ、一本道、近道をしようとしても、とりあえず一本道なんだね。要は、この嫌いが怖いですよね。嫌いっていうのかな、トゲ。あぶねえ、今の。どこまでジャンプするかっていうのを計算しないと、今、こんなね、無理に行く必要もないっすけどね。ついつい早く行きたいんですよね、これね。24、まあ、チビマリオで、B ダッシュからのマックスですかね、これね。そして、まあ、一面のボスですね、白のところですね。金網にしがみつけるっていう珍しい感じです。こう下から、上から下に踏むと倒すことができます。金網にしがみついたり離れたりして進んでいきます。これ両方駆使していった方が早いですね、こんな感じで。テープカットするとスーパーマリオになれるんですけども、いや、ちょっとね、プロとして、できる限りアイテムは取らないでいきたいと思います。で、一応まあ、ショートカット、近道するにあたって、羽がないと、マントがないとダメみたいな。いけないみたいなシーンがあるので、そこはね、ちょっと撮っていきますけど、基本的にはね、まあ、無意味っていうところがあるんですけど、無駄にパワーアップしないでいきたいと思います。で、ボスですね。ここはまあ、シーソーみたいになってるんですよ。こんな感じで、押して倒すみたいな。これね、2回ね、2回踏んで落としてしまうのがやっぱプロだと言われてますね、これね。
まあ、シーソーになってるんで、今度逆側に傾いてくると、押しても逆側に行っちゃうんですよ。だから早くポンポンっていかないといけないってことですね。で、卵を救出し、この城をおもむろに爆破していくんですね、これね。ここまでは一本道だったんですけど、近道のスターロードに行くためには、いよいよ分岐があるわけですね。分岐というか、一つの面にゴールが何箇所かあるってことですけど。こうですね、はい。で、この分岐なんですけど、上にあるんですよ。だから、この羽が必要になってくるんですよ。これはまあまあ仕方ない部分ではありますよね。無駄なパワーアップではないっていうことですね。あ、ちょっと下に来ちゃった。これちょっといけないかな、どうだろう。どうだろう、際どい位置。ギリいけなかったですね。まあまあいけないっていうところがあるんです。まあミスではないんですけど、まあミスか。ミスっちゃミス。うわ、怖い怖い怖い。これ倒してた方がいいかな。まあ一発でね、上からでも、どっちでもいいんですけど、こう行けばよかったんですよね。ちょっとね、一回、あそこ入れなかったですけどね、まあまあまあ、こんな感じで。で、この赤いポッチは、いろんな道があるということで、まあスターロードの方に、まっしぐらで向かってみます。この水の中ね、きついですよね、こう。何がきついって、この今何も持ってない状態で泳いでるじゃないですか。これまあゆっくりなんですけど、アイテムもっと速くなるんですよ。そこもまたね、そのバージョンの癖も覚えなきゃいけないみたいなことですね。あー、危ねえ。まあ危ねえっていうか、どうやっても危ないですけどね。やばいやばいやばい。こんなやばかったっけ、ここ。この間を縫うように行きます。え、これ、わかります？速くなってるんですよ。ビート板代わりにしてるんですかね、このアイテムを。目の前が当たっちゃった。こんな感じで、で、ここを、で、踏むんですよ。んで、この鍵を出し、あ、落ちちゃった、下に。こんな感じで入っていきます。で、お化け屋敷と。今テレサを越えて、どんどん行きます。で、このスイッチを取り、まあ踏んでってもいいですけどね、これ。で、上に行くわけですね。で、ボスですね。あの小さいテレサはそっちの方向いてないと向かってきちゃうってことですね。だからこう向いてれば、顔を見てれば向かってこないみたいなことです。向かってこられちゃうとこれは端に追い込まれちゃうんですよ。まあこんな感じで慎重にやってれば問題ないと思います。はい。で、スターロードに入っていきます。スターロードってのは近道ですね。こうなんか隠し的な道ですね。ここは、下に行くだけなんですけど、まあ回転で壊すために、今のキノコは取っていく必要がありますね。まあこれ位置覚えてれば、鍵のあるところに行けます。で、水っすね。これ、ちゃんとヨッシーの口に当てがわないと食べれないんで。まあ、ヨッシーを持っていく必要はないんですけど、いや、ヨッシーを持ってると、こう、早いんですよ。泳ぎが早いんですよ、これ。全然早いじゃないですか。まあ、だから、ビート板代わりに
ヨッシーを持ってるんでしょうね、きっとね。この青のヨッシーって、成長させれば、ずっと飛べるんで、本当はちゃんと乗ってった方がいいですよ。ヨッシーを成長させて。で、こう下行くと鍵があるってことですね。ここでヨッシーを捨てます。で、鍵に変えていきます。あ、間違えた、入っちゃった。こっちの方ですね、はい。ヨッシーをとりあえず大きくし、このここに乗りたいんですよね。こんな感じで本来、まあ羽マント持ってればそのまま行けるんですけど、とりあえずないんで、こっちからこう行って入っていきます。で、ここなんですけど、ここも鍵を取るにあたり、羽が必要なんですね。羽が、で、なんで取っていきます。どこだ？見えてない。危ない危ない危ない。今勘で言っちゃってましたけどね。まあ、こういきつつですかね。いや、やっべーと思いきやこっちなんですね、これね。道的になんつって言っとりますけどね。で、スターロードは完成、もう一個で完成なんですけど、とりあえず、クリア目指すならこっち行っちゃっていいってことですね。これでもう、クッパの城でございます。はい。入っていきます。ここ、まあ、1、2、3、4、5みたいなこと書いてあるんですけど、まあ、やっぱ2、5が、妥当ですか？妥当っていうのも、まあ、どこ行ってもいいっちゃいいんですけど。やばいやばい。金網へばりつつ、ジャンプも使いみたいなことですね。で、5にスッといっちゃいます。まあ、早くいけると思うんで、これがね。どうだ？結構ね、これね、ギリだったりするんですよ。あぶねえ、今の危なかったな。しゃがんでなかったらやばかったな。あ、これでまあ結構、まあ、完全な真っ暗じゃないから、このミラーボールなくても見えるんですけど、まあ一応ね、親切ですよね、こういうとこね。一応踏んでいき、これでいよいよクッパでございますね。よいしょ。まあこれね、まあスーパーマリオ3のようにね、何十発も当てる必要ないんですよ。計6発なんですけど、でも間でね、いろいろなんか演出とか他の攻撃挟むんで、ちょっとねペースを崩され気味ですよね、これね。で、まあ、とりあえず、こう、ふわっとして、これ。あ、当たんなかった。この辺か。やばいやばい、当たってないよ。あ、やばいやばい、一回やるんですよ、これ。持ってる最中に一回やると、ドーンみたいな感じでダメージ受けるんですね。これで1打、1ダメ。あ、やばいやばいやばい。くぅ、危ない危ない危ない。ほわーんつって。いや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 、ちょっと待って、ちょっと、なんか動揺してるというか、不発が多いですね、これね。はい。まあ、最初はね、これ。まあ、慎重に当てるだけでいいんですよ。当たったか、当たりましたね。まあ、2回当たったじゃないですか。ここでまあ、ワンセットというか、ワン区切りで。ここね、すごい機能使ってますね。スーハミの拡大機能。かっこいいですよね。これで炎のパートになるみたいなね。ピーチがこう、キノコ投げてくれる。でも、いらんみたいな感じでね。だが、いらんみたいなことです。で、これでまあ、今、炎の攻撃があって、まあ、2回目の攻撃、攻撃パターンも変わってくるみたいなことですね、こんな感じで。うん。
で、これを投げてくれるんですよね。自分にダメージが来るのに投げてくれるみたいなね。優しい。まあ、こう、ノーミスとかね。不発をなくすと、まあ、この、まあ、拡大になり、まあ、最後の攻撃ですよね、クッパのね。やばいやばいやばい。危ない。またキノコの上に。まあ、だからパワーアップの要素は結構、あ、取っちゃった。今いらんって断ろうと思ったんですけどね。キノコを羽で、あ、マントで追い払おうと思ったんですけど、取っちゃいましたね。ちゃんとこれを投げてくれるってね。自分に対する攻撃が来るのに投げてくれるっていうね。いや、小さくなっちゃった。キノコは断る。はい、これで計6発当てたということで、ピーチ姫、降りてきて、中央してもらって、ということでね、今回は大成功！ちょっとね、危なっかしい部分はありましたけど、まあ、成功は成功ということで、こちらの気になるリンゴ、成功報酬、いただきます！ゲットです！これすごいですよ、なんかこうなってて、まあ、芯みたいな感じだけど、芯じゃない、なんかお菓子みたいなのが詰め込まれてます。すごいですね、これね。これもう丸ごとですもんね、本当に。それでは、いただきます。うん、うん。柔らかくて甘くなってて、アップルパイにリンゴ感をすげえ出したみたいな感じだと思います。美味しいです。でね、罰ゲームの生卵なんですけど、5個ね、もう用意されちゃってるってことね。僕卵好きなんで、これもいっちゃうかなって思ってるんですよ。ロッキーに負けてられないんでね。いっちゃっていいっすか？いいっすか？じゃあいっちゃいますよ。まあ時間制限ないんで、ちょっとゆっくりね。ゆっくり一気いったと思います。いただきます。あのね、いけなくはないんですけど、これ。ちょっとね、飽きが来るんですよ、これ。ほんとに。ん？いや、これ飽きが来る、やっぱりな。ちょっとリンゴかじっていいですか？ちょっと甘いのといけば絶対いけるんだよ。やりました！完食でーす。え、これね、ちょっとね、喉越しがスルッといくんで、味の飽きさえ我慢でいければ、全どんどんいけちゃう。何言ってるか分かんないですけど。でも、ロッキーに負けてない。ゲームもやりました！次回もっともっと頑張りたいと思います。さよなら。